はい、えー、今回の動画はですね、えー、っと、あのー、まあ、これね、えー、と、プラレールあるんですけど、これ。えー、っと、まあ、ああの、プラレールは、あの、まあ、えー、っと、動力車がないとね、えー、っと、動きません。えー、っと、まあ、こういうね、動力車があって、で、まあ、この中にね、モーターがあるんですけど、ま、あそれでね、えー、っと、動くおもちゃです。プラレールっていうのはね。えー、なんですけど、あのー、特にね、えー、っと、旧メカのプラレールとかっていうのは、どうしてもね、なんか、あのゴミとか、ほこりとかがたまるんですよ。 で、まあ、これをね、えっと、定期的に、ま、綺麗にしていかないと、えー、ホコリが溜まっちゃうんですよね。えー、っと、まあ、こういうとことかですね。こう、こういうとことか。結構ホコリが溜まるんですよ。こう、こ,このタイヤの間とかね。えー、まあ、そのね、えっと、掃除の仕方について、えー、っと、今回、えー、動画でお送りしていきたいと思います。えー、必要なものはね、えー、まあ、ドライバー、これは、あの、ネジを外すよ。で、これは、あの、何のためにあるかって言ったら、こういうのは、えー、っと、細かいゴミとかね。 手で取れないところは、えー、手で取れないちっちゃいところとかね小さい隙間とか、えー、奥の方とかに詰まっているゴミはこういうので取ることをおすすめしますではその取ったゴミを、えー、取る、ね、これで拭くっていうのがティッシュですだからまあこういう細い、えー、先の細い、えーまあ、ドライバーとか何、まあ、な,なら、えー、っとあの裁縫道具のね、えー、針でもいいです、えーまあ、先っちょが細いものとドライバーとティッシュがあればいいです というわけでね、早速作業を始めていきたいと思います。確か、DD51 なんでね、ここにあります。で、まあ実際ね、えっと、電池、ネジを外していくわけなんですけど、結構ね、あの、このタイプのプラレールっていうのは、あのー、結構ね、あの、電池、電池漏れって、電池漏れはね、結構あの、油が出るんですよ、こういうのって。特に、キューメカとかはね、油が出やすいです。非常に。 非常に出やすい。ということなんで。まあ、定期的に綺麗にしないでね。ほらほら、こんな感じでね。まあ、そこまで汚いかって言ったらそうでもないんですけど、結構油がついていたりとかして、結構汚いんで。えー、洗いますね。はい、こんな感じでね。えー、拭いたりとかして。えー、ほこりの、表面についているほこりは、ま、こういう感じでね。えー、ティッシュで取り除いたりとかして。で、えー、っと、あのー、この、モーターの中とはですね。 ここら辺にあるホコリは、えー、っと、あの、こういう細いドライバーでね、取り除くっていう感じです。こんな感じで。あんまりガサガサやったら壊れるんですけど、まあこんな感じで、取っていくっていう感じです。今回これあんまりホコリは奥の方にはないんですけど、こんな感じですね。あんまり、あんまりないな、今回は。えー、まあこういう感じに定期的に掃除をするといいと思います。で、結構油が出るんですよ、こういうのって。 油が出るんですよこのモーターモーターのところにえー、なんでこういうのがあると余計ねえー、っとあのそういうゴミとかホコリとかがつきやすいんですよ、えー、なのでえー、っとまあ最低でもえー、月に1回ぐらいは、えー、1つのさえー、っと一つの車両を月に1回ぐらいはえー、洗った方がいいと思いますね、えー、この車両は確か3か月ぐらい,いえー、っと三か月以上前にえー、購入したものなので えっと、結構汚れています。あの、購入した時から、えっ、ー、と、今日、今日この動画を撮るまでに、えっ、ー、と、一度も洗ってなかったんでね。えー、かなり、えー、埃が溜まっていたことでしょう。でもね、さっきまでね、えっ、ー、と、えっ、ー、と、動画ではわからないと思うんですけど、結構ちっちゃい、え、毛とかね、そういうのはついてたんで、えー、そういうのを取り除きました、今日は。なんですけど、奥の方はあんまりなかったですね、毛は。 中には奥の方にめっちゃ毛が詰まってるってことがあるんですよ。あの、さっきのような感じの、あの、ネジの、ネジじゃないや、あの、モーターのね、隙間の方とか、にめっちゃゴミがね、詰まってることがあるんですよ。なんで、そういうのを、えーと、取っていかないとね、えー、えーと、壊れやすくなったりとか、えーと、感電したりとかね、感電はまあ、わかんないんですけど、感電することはあんまないけど、 まあ、あのー、ちょっと動きがね、悪くなったりとか、えー、壊れやすくなったりするんで、えー、そういうところをね、えーと、重点的に洗った方がいいんじゃないかなって思います。って感じですね。はい。というわけでですね、えー、今回の動画は、えー、っとー、あの、救命科のね、えー、掃除の仕方について、えー、お送りしました。で、さっきも見ていただいたと思うんですけど、さっきのね、えー、とこの DD51 のこのタイプは、あの、なんかね、 え皆さんが知っている通勤電車とかね、えっと、あの、通勤電車とかの、えー、っと、あの、急めかとはね、ちょっと違ったんですよ。何が違かったかっていうと、あの、モーターの形がね、なんか、えー、ちょっと違ったんですよ、多分。気づいた方もあったと思うんですけどね。えー、ああいうのは、えっと、DD51 のような急命かは、結構ね、あの、モーターを、えー、っと、台車から一旦外すんですけど、さっきみたいに。で、また取り付けるときもね、結構、 えっと、取り付けやすなんですけどね、えっと、普通の,あの通勤電車とか皆さんが知っているあの山手線だったりとか、えー、前のね、えっと、昔の旧山手線だったりとか、あとはあの京浜東北線だったりとかね、えー、っとあとは223系、えー、新快速だったりとかね、ああいうタイプ、ああいうのも、えー、っとあの車両たちも旧メカなんですよ。で、その車両たちの旧メカはこの DD51 の,この DD 究メカとはち、ちょっと違って、あーのー、結構複雑なんですよ。なんで、えっ、ー、と、台車から、え、モーターを取り外すのは簡単なんですけど、あのー、台車に、えっ、ー、と、モーターを取り付けるときが結構複雑なんですよね。なので、なかなか付けるのに時間がかかる。っていう場合があります。でも、まあ、シナリオというか、えー、やり方は一緒です、基本的に。という感じでね、えっ、ー、と、まあ、えー、僕は今のところね、えー、と月1でやる。 暇は正直ないんですけど、まあ、もしね、えー、プラレールを集めてる方、あるいは遊んでる方で、えー、っとひ、ひ、暇があるって言っちゃ悪いですけど、まあ、あの、時間がある方はですね、えっと、まあ、こういう感じでね、月1に、月1あるいはまあ、えー、っと、まあ、3週間に1回とか2週間に1回とかでもいいです。え、ね、っと、定期的に、とにかく定期的に、えー、掃除した方がいいです。はい。 という感じですね。というわけで,ですね。今回の動画はこれで以上です。本日も最後までご視聴ありがとうございました。